はい、皆さんこんにちは。ここは函館駅の改札前、撮影日が7月の21日日曜日、時間が午前10時30分を回ったところとなります。この日は函館駅を出発して少し北上したところにあります、大沼公園というところに向かいたいと思います。よろしくお願いします。函館駅から乗車するのが、特急のスーパー北斗9号札幌行きです。函館から大沼公園駅までは、乗車券が540円で自由席特急券が620円、合計で1160円となります。函館から大沼公園の方まで、もちろん普通列車も出てるんですけども、まあ普通列車の本数自体がそんなに、ありませんし、あとまあ単純にちょうどいい時間に普通列車がなかったので、今回は、スーパーホクトに乗って、大沼公園に向かいたいと思います。これが、今回乗車する、スーパーホクト9号の車両となります。これ、キハ何系っていうんですかね。私、JR 北海道の鉄道車両については、あまり詳しくないので、ちょっと分からないんですけども。で、これは、函館駅を出発して、しばらく経った時の映像です。今回、自由席特急券を購入したわけですが、自由席は、もうめちゃくちゃ混んでまして、席はもちろん満席の状態で、ただ指定席の方はそんなに混んではなかったんですけども、まあ自由席特急券では指定席に座ることはできないので、今回は一番前の車両の、デッキに立っていることにしました。これは五稜郭の、機関区のところですね。スーパーホクト9号は函館を出発すると、五稜郭と新函館ホクトに停まって、その次が大沼公園となります。函館から大沼公園までちょうど、30分で結んでいます。新函館北斗駅に停車です。この駅は皆さんご存知の通り、北海道新幹線との乗り換え駅なんですけども、まあお客さんはほとんどおりませんでしたね。ほとんどの方が、大沼公園を目指しているっていうわけですね。函館駅から、ちょうど30分、新函館北斗駅からですと、10分弱で大沼公園に到着です。乗ってきたスーパーホクトの、見送りもしたので、改札の方に向かいましょう。画面の奥、改札の前にはまだ、たくさんのお客さんがいらっしゃいます。それだけ多くのお客さんが、この大沼公園駅で、降りたということですね。これが大沼公園駅の駅舎の中の様子です。今回は大沼公園の、散策が終わったら、また函館の方に戻っていく予定ですので、その帰りの列車の時刻も、ここでちゃんと調べておきましょう。左側が函館方面の、列車の時刻表になるんですけども、
まあ、15時38分か16時45分の列車で、帰ろうかなというふうに思います。滞在時間は、まあ、4、5時間といったところですかね。これが大沼公園駅の、駅前の様子です。ロータリーもちゃんと整備されています。これが駅舎です。結構味のあるいい駅舎ですよね。で、この時ですね、駅前で、レンタサイクル屋の方に声をかけられまして、まあ、大沼の周りを自転車で一周してみたらどうですかということで、声をかけられたんですけども、まあ、ご覧の通り、天気も、割と良かったので、そのお誘いに、乗ってみることとなりました。で、画面の奥が、大沼公園の駅でして、まあ、そこからちょっと歩いたところ、これは借りた自転車ですけども、電動の自転車ですね。で、自転車を借りたお店がこちら、ポロト館森商店っていう、お店になります。レンタル料は、電動自転車ですと、1日確か1500円ほどだったかなと思います。ちょっと記憶が定くではないんですけども。では自転車に乗って、大沼の周りを反時計回りに一周してみます。画面がいきなり切り替わりましたが、自転車で15分か20分ほど、越えたところにある、ビュースポットまでやってきました。ここからは、大沼と、あとその向こう側にある、北海道駒ヶ岳を一望することができます。ここにはだいたい10分ほど滞在しまして、まあ、十分休憩した後、再び自転車に乗って、大沼一周の旅を続けました。で、さっきのスポットから、しばらくまた行ったところに、駐輪場がありましたので、そこに自転車を止めて、ちょっと森の中を突っ切って、大沼の方に、向かっていきます。大沼の周辺を一周するときには、駐輪場がいくつかあるんですけども、まあ、その駐輪場の近くが、大沼とか、駒ヶ岳を眺める、絶景のスポットになっていますので、まあ、駐輪場があったら一旦、自転車を置いて、散策してみることをお勧めします。ここも、さっきのスポットに負けないぐらい、眺めのいいところでしたよ。さっきのところからまた少し進みまして、ここは函館本線の、とある踏切なんですけども、今画面が向いてる方が大沼の方で、ぐるっと反対側に、目を向けますと、こんな風に北海道らしい、まっすぐな直線の、道を見ることができます。やっぱこういうのがなんか、世間一般というか、まあ僕もそうですけど、北海道をイメージする、感じのそういう景色ですよね。ここはキャンプ場の入り口ですね。大沼の湖畔にはキャンプができる場所がありまして、まあ、こんな風にテントを張って、大沼の景色を楽しみながら、キャンプをすることができます。この日も家族連れとか、あと学生さんのグループとかが、大勢ここにテントを張って、まあ、楽しんでいらっしゃいました。しかしここは結構いい眺めですね。本当になんかリゾート地っていう感じで。ただ、なんだっけ、北海道駒ヶ岳は、このキャンプ場の、まあ、後ろ側にあるので、まあ、こっからはその駒ヶ岳を見ることはできなかったです。まあ、それでも全然いい景色ですけども。これは、なんかどっかの道中から撮った景色ですかね。ここは大沼駒ヶ岳神社っていうところでして、まあ、結構ちっちゃい神社なんですけども、レンタサイクルのお店の方が、ここはなんかパワースポットになってるとおっしゃってたので、まあ、ちょっと立ち寄ってみました。こ
これが、まあ、ご神体、ご神木ではなさそうですね。ご神体なんですかね。ちょっと詳しいことはわからないんですけども、おそらく駒ヶ岳の噴火でできたものを、まあ、ご神体としてるってことなんでしょうね。私は特段、その、パワースポットみたいなところが好きっていうわけではないんですけども、まあ、今回については、まあ、この地域を守ってるであろう神様に、挨拶するっていう意味を込めまして、参拝しました。で、これは、道中、綺麗な川がありましたよ、的な感じで、映像を撮ろうかなと思ってたんですけども、右手の方向を向いたらですね、キタキツネがいたんですけど、わかりますかね？今、車が通って、逃げてったものがあるんですけども、もう一回ちょっと映像を拡大してみますね。今画面の真ん中、まだ逃げ出してるでしょ。あれ出てきた動物がまだ狐だったんでよかったんですけども、あれヒグマだったらえらいことになってましたね。映像を回してる場合じゃなかったですね。で、ここは左手に大沼と、右手に小沼、小さい沼と書く、湖が広がっているところになります。目の前には函館本線の、線路も通っていますね。これ画面の向こう側は、横津岳っていう山です。駒ヶ岳とはまた違う山ですね。で、その手前に、大沼が広がっていて、まあ、大沼に、小さい島がこう、いくつも浮かんでるっていう場所ですね。日本三景の一つに宮城県の松島がありますけども、まあそこの湖版といった感じのところでしょうか。函館本線の踏切が鳴り始めたので、まあ、何が来るかなと思って待っていましたら、貨物列車がやってきました。函館本線は北海道と本州を行き来する貨物列車の大動脈の一つになっていますので、結構頻繁に貨物列車がやってきます。ここに御殿坊の地と書かれた石碑が立っていますけども、明治時代に後の大正天皇となる、その時の皇太子がここにやってきて、でその時にこの大沼も、かなり全国的に有名になったようです。でその石碑の後ろから見た、景色がこちらとなります。これは遊歩道が整備されているエリアから見た、駒ヶ岳の風景ですね。本当に山頂部分の、尖った部分だけ、雲に隠れちゃってるんですけども、その他、まあ、山全体の9割5分ぐらいはちゃんと見えましたね。まあ、天気に文句言ってもしょうがないので、まあ、これだけ、見られれば、僕は満足ですね。こんな風に歩いて散策できるように遊歩道が整備されていまして、で、まあ、木々の合間から駒ヶ岳を見ることができます。大沼には小さな島がいくつもあるわけですけども、その島と島の間を歩いて渡っていけるように、こういった橋がいくつも架けられています。こういった橋の上から眺める大沼や駒ヶ岳の風景も、なかなかいいものだと思いますよ。ではしばらくナレーション抜きで大沼の景色をお楽しみください。
一応大沼を一周するのは終わりましたので、借りていた自転車を返却しました。ただ帰りの列車まではまだしばらく時間がありましたので、もうしばらく大沼を楽しもうかなと思います。ここから見る大沼と、駒ヶ岳の風景が一番有名ですかね。大沼はですね、歌手の秋川雅史さんが歌ったことで有名になった「千の風になって」という曲の誕生の地とされていて、それを記念したモニュメントもここにあります。時刻は夕方の4時を回ったところですけども、駒ヶ岳の方にもまた厚い雲が、だいぶかかってきてしまったので、この辺で大沼の散策は終わりにしようかなと思います。駅前にある沼の屋っていうお店で、大沼団子を購入しました。中身はこんな感じ。2つに分かれている容器が大沼と小沼を表していて、団子が沼に浮かぶ島を、表しているようです。甘いんですけども全然飽きが来ない味でして、とても美味しかったです。沼の屋というお店はこちらになります。では駅の中に入って帰りの列車を待ちましょう。帰りもですね、行きと同じく、乗車券と自由席特急券をすでに購入してあります。大沼公園を、16時45分に出発するスーパーホクト14号函館行きに乗って、終点函館まで向かいます。帰りの列車の自由席は行きの列車とは違ってだいぶ空いていまして、かなり快適でした。函館山が近づいてきましたけども、山に雲がかかっていますね。実はこの日の夜に函館山に登って夜景を眺めるっていう予定になっていたんですけども、ちょっと心配ですね。函館駅に戻ってきましたが、案の定だいぶ天気が悪くなってしまいましたね。とりあえず今回の動画はここまでとさせていただきます。次回は雲がかかっている函館山に登ってみたっていう動画になります。それではご視聴ありがとうございました。